か怒りそう。え、森じゅう壊れてる。森じゅう全然意味ない。お供え物みたいになってる。うわぁ、なにこいつ。はいはいはい。やめて。おいおい、ビビらせに行くんじゃねえ。おい、フェイントかけんな、お前。悪い武器じゃなかったんだ。はぁ、襲われたけどね。よし、じゃあさあ、今回もやっていきましょう。ええ、あ、お外行く行く。次どこ行くんだろうね。確かに、うん、はてな。あ、そうだ、ポロ助けてくれたんだ。ポロ、あ、神社、あれ神社前行ったよね。あ、でも林行ってないですね。林行ってないね。ぽいな。飛ぶか。飛ぶ。ポロが、うわっ、これ何、いきなりイベントだ。イベント来たね。ん、あ、移動できるのか。え、この状態で、ほら、ほんとだ。どこ行くんですか、これ。あ、あ、ここに。うえ、そういうことか。閉じ込められてた。閉じ込められてたね。お、ここはどこだろう。この子、心強いよね。強すぎる。それさあなったらもう、いや、もう取り乱してる、もう泣いてるか。なんだこれ、工場。うわ、いたね、こいつね。でも前もね、見たことある気がする。うわうわ、気持ち悪い。食われた。ん、今、妖怪が妖怪に食われてたよね。おぉ、うわ、いる。この動き使ってなかったね、このこの動き、このテクニックが。どこだろうね、地図開いた。あ、遠い。工場だ。工場の奥。またなんかお金か。行けない、行けないという割には、でもいろいろアイテム落ちてるな。まあ、いたか。それでもマジ。うわぁ、ビビる。あ、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。でもこいつ結構なんかとろいね、動きが。ここにもなんか、あ、布の切れ端。すげえ、逃げ方すげえ。あ、来た。今自動で動いてる。あら、うわ、すげえ、パイプ食われた。でもちょっと正解だったっぽくね。こっちで。もう完全工場だね、今ね。本当だ。ここ逃げらんないな。地蔵さん見つけよう。うわ、いる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 。うわ、やばい、やばい、やばい。どっからなんだこれ。パイプからじゃない、多分。ああ。お、なんだ、入れそうじゃない。無理。そこから降りても助かんないだろう。右で正解だったっぽいな。本当に強いわ、この子、心が。この右は、右行くか、さっき上ダメだったから。お姉ちゃんなんかもうずっと出てないね。工場の新聞読みましょう。塩持ってきてんの。赤手のお化けにこれを置いてくるようお使いを頼まれたよ。もうかわいい。これだ。風紀亭氏の後日は恋顔し打て勝つ。鉄を作っている、写真が載ってる。特に何もなさそうだな。大丈夫、死んでもドラゴンボールで。大きなコンテナくぐれられる。これ最初に入れられてたところじゃん。あ、そこなのか。いや、多分違う。おい、やべえ、くぐれろー。無理じゃん、コンテナくぐれなかった今。あ、やべえ、あーやだ。なんかありましたね、今ね。ありましたね。そこ、サンダル。あれ、あれ、いなくなってる。あれ、さっきここだったよね。そこで調べたら終わりてんのかな。いけるか、一大丈夫だ、ドラゴンボールで蘇る。大丈夫だ。あ、ここじゃないですか、さっきアイテムあったの。うわぁ、めっちゃいる。いや、無理だ、これ死ぬ。あー、ラッキー。
るか。隠れるか。今一緒に入ったからな。入った、ね、実際。これ無理じゃん。ずっといるじゃん。一緒に、ね、一緒に入ったよみたいなレベル。あ、いなくなってる。え？空の。あ！欲しい。死亡。今あったよね、でもね。なんか光ってたな。アイテムなかったか。いや、ありましたよね、今さっき。え、さっきありましたよね。あったね。取ったのかな、もしかして。でもアイテムあったよね。ありました、絶対に。光ってた。チーク、ね、全然無理。あ、左、左っぽいね。え、来た。どうしたらいいの。あ、入れないよな。えぇ、てる間は。あ、後ろのやつに今刺された。そういうこと。はい、うん、ここあかんね、マジ。石、あぁ、即行くわ。即ダッシュ。あ、行けた、普通に。あった、そこ渡っちゃった。え、引っかかった。あ、引っかかった。え、うわー、これ、追尾してきてる。追っかけてくんの。あ、今引っかかったラッキー。見てー、やばい、うそー。うわー、ちょっとなってダメだ。あー、わかった、わかった。でもやっぱりちょんちょんちょんって移動するの大事だわ。ちょんダッシュ大事だ。このゲームの必須テクだと思う、多分ちょんダッシュ。見せてもらいましょうか、ちょんダッシュ。任せてください。ちょっと今取得した、やっと取得したチョンダッシュ。あれ？来た、ここだ。急げー。あー、神、引っ掛けられてない。ちょっと待って。今度行きます。まず上にしっかり戻る。そして少し上に行くことで上に誘導できる。うまっ。ああ、来てるよ。どっか隠れない。あれ？わかんなかった。引っかかってる、お前は。そこで戻していきましょう。あ、いすいすで、かなり行けた、行けたぞ。錆びた小さい鍵。あ、まあ何にせよ鍵をゲット。そうだね、でかい。鍵使うとこあったっけ。これ？ここじゃないよね。ここじゃないと思いますよ。でももうそっち行く意味ないと思うわ、俺も。じゃあ右側か。見てみっか。しかないのか。こっち、こっち側、左下の。こっち？スーパーダッシュじゃない。なんかある。なんかある。石？何？石ってなんか使ったっけ、今まで。今まで使ってない。使ってないよね。使い方あんのかな。いや、あると思う。ちょっと調べよう。それは調べさせてもらおう。ここまで来て。一部のお化けは石に反応するらしいです。とりあえず投げとこう。暗くないホラーゲームってないのかな。めっちゃ明るい。めっちゃ明るいホラーゲーム。基本やっぱりどんなホラーゲームもさ、暗いじゃん。うんうんうん。暗くない、終われない、驚かされない、驚かされないホラーゲーム。意味あるんですか。欲しい。いけた。いけんのかよ。いけんのかよ。いけねえと思うわ、これ。ねえ。お、あ、お金いっぱい。どう？やばいな、ちょっと。セーブしたい。そこっぽいっすね。うわぁ、なんか嫌な。不穏な。おおおお。そっちを選んだ、最初に。ベッドの下に住むお化けのお話。絵本の表紙でお化けと女の子が仲良く笑っている。もしかして若いルートある。くるくる。さっ
けたクレヨンのメモ。手のようなお化けはトンネル行くほど増えるみたいって書いてあるけど、この先はやっぱこの世界って普通にお化けがいることを受け入れられてんだ。メモが残ってるってこと。あのこっちですね。行くか。チョンダッシュ。スーパーチョンダッシュ選手権。車がある。お。うわ。またお前。あ、そこに隠れる。地蔵さん。ああ、潰れてる。潰れてるね。これ来たとこじゃないよね。あ、鍵っていうのはあれな。もしかしたら、さっき左に取った時の鍵のことか。うわ。どこ行く？まあ左から行くか。クラピカの法則。それ左手ね。じゃあ左手の法則で行くか。クラピカの法則。こっちね、次は。またお前か。ん？え？え？あ。お。あ、いた。でも右とか行かなくていいですか？じゃない。いや、右行き止まりじゃなかったってことなんですかね。うん、多分切れてたよ、なんか道が。で、またまあ、でも消えた。俺、敵いてもそうだな。いいね、目の前に抜ける。うまい。え？正門の鍵。まだ殴られなかった。なんかアイテム拾った後若干の無敵時間がある。あ、やっぱ西じゃない。やばいやばいやばい。危な。なんだ、落ちてた。お、うわ、串刺し結構グロ。バカだよ。あ、口出しになってる。よかった。ニック・キライブルが、ライバルが。え、これあれじゃないですか、進撃の巨人のコニーのお母さん状態。わかんない。わかんない。なんか通った。あ、これなんかある。なんかある。なんだ、ヒロー。うわ、何、ワンパンマンに出てくる。このびっくりした時の顔かわいい。あ、ワンパンマンにあの分裂するやつね。古いお守り。古いお守り。またお守りもらった。これはお姉ちゃんのお守り。ペペペペンペンペン。お姉ちゃん捕まってたのかな、やっぱりここで。かわいそうな目にあった。ここで終わりかな、ここは。家に戻ってるパターンじゃない。あ、これが正門の鍵だ。これか。使うの。え、鍵は。え、それが正門のあれ鍵なんじゃない。どこ正門の鍵って。夜の街をぐるぐる回っていた。あ、学校じゃないですか、正門って。あ、さすがにそれ違うかな。 あ、 あのお化けにお姉ちゃんもさらわれたことがあるみたい。そうだよね。お姉ちゃんのお守りは強く握られてすっかりクタクタになっています。でも確かにギュッと握りしめると何かあったかい気持ちになれるのです。お姉ちゃんも怖くて握りしめてたんだろう。なんかこっち出る。ん？何？あれ、それ落ちてました、最初これ。え？は？絶望。そんなことある？終わった。